分かりやすいところにねつけましょうね。あの二の腕がいいです。洋服の上から二の腕が良いです。二の腕が好きです。好きです。趣味だな。ああ第4回手こき祭りお越しいただきまして誠にありがとうございます。いやもうこんなクソいやつなんか本当にありがたいことでございますけども、本当にあんたたち好きねこれね、はい。本日ですね、司会進行などですね、いろいろやらせていただきます、41歳になりまして厄年翻訳でございますね、女装コスプレサバゲーマーの仙藤と申します。本日はよろしくお願いします。今日ですね、なんかあのキャバクラのコスプレでみたいなところをね、平均値かなり高いのでね、温かいのでやっていこうと思いますのでお願いします。まあ、本日ですね、メインがハンドガンオンリー貸し切りという形になりますのでね、一日中ハンドガンを吸い切るまで、楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まあ、やるものシェアさというですね、早速素晴らしいゲストのご紹介をさせていただきたいと思います。はい、今噛んだね。はい、ひとつま手こきコスプレクラブ指名ナンバーワンですね。ひとつまで手こきと、パイオツハイレーナコスプレを刺される日本一のですね、イタリアイドの一夜様でございます。お願いいたします。JK 武装 JK というあの恥ずかしめを受けまして、で今日はですね、私ももうそろそろアラフォーかなというところなんですけど、魔法少女のコスプレをしてくださいということで、また恥ずかしめを受けて興奮しております。今日一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まあ、新たな性域に目覚めつつ見たいと思います。はい、続きましてですね、 JK 手こきクラブボンドセレクション受賞人事名テコキバンジョーこと SBY ウィーナーイメージカルのミッケちゃんさんさんさまさまさまです。お願いします。皆さんおはようございます。JK テコキクラブなんちゃらかんちゃらのミッケです。本日はですね、本日も今日テコキ祭り初めてだよって方いらっしゃいますか？あ、結構いる、すごい。もうこれで私は4回目ですだったという感じでですね、毎回恒例のイベントとなって呼んでいただきましてありがとうございます。今日はですね、あのいつもまどかちゃんのテントンさんを一人寂しくやらせてるわけにはいかないと私が思い立ちまして、こんな暑い中ですね、こんな格好みんなにしていただいております。ありがとうございます。よかったらみんなのこと写真とか撮っていただけたらと思いますですね。今日は SPVBB さんも設定しておりまして、なんかみっけちゃんグッズっていうのをいろいろ作っていただいてきてますので、でなんか今日特別に玉を3つ買うとトートバッグもつくみたいなので、よかったら玉も買ってってください。あとこの限定のマジオーラ、なんかマジオ、ちょっと見づらいんですけど、マジオーラのステッカーとかを私にじゃんけんで買ってあげるので、よかったらみっけさんじゃんけんしてくださいって声かけてくださいってことで、今日は私もあの技を使ってザワールドを使って倒していきたいと思いますので違うということで、今日は一日よろしくお願いいたします。はい、暑いね
はい、じゃあ続きましてですね、シェティゾーのご紹介をさせていただきたいと思います。なんとですね、今回手こき祭りですね、最大その9店舗様いらっしゃっております。ありがとうございます。あと紹介をさせていただきたいと思います。こちらですね、先ほどご案内ございました SP バイオビビラン様でございます。よろしくお願いします。毎度おなじみのですね、リーズナブルな、リーズナブルで高品質なビビダンをご提供いただいているビビダン様です。ビビダン様って誰ですか？ビビダン様ですね。で今回ですね、無料でビビダンのですね、ご利用いただけるという形なんですけど、このビビダンですね、SP バイオビビダンの 0.25g をご利用しております。でこちらの SP 様のブースの方でですね、無料で補充可能でございます。これ実際に、ね、使ってみていただきまして、ちょっといいなと思いましたらですね、ぜひ一袋お買い上げいただければと思います。よろしくお願いいたします。続きましてですね、ちょっと奥の方にございます。宮川直美様でございます。おやすさん、失礼します。皆様ご存知でございますね。国内シャンバーパッキンでね、ナンバーワンシェアを誇る、親父のゴムでございますね。親父のゴムでございます。で今回ね、ちょっと誠に申し上げませんが、諸事情にですね、パッキンの無料組み込みサービスでちょっと行っておりませんからね、親父さんが手取り足取り、腰取りですね、付け方を教えてくれるというのもやっておりますので、ぜひこの機会にご利用いただければと思います。よろしくお願いします。はい、そしてですね、続きましてです、こちら SP バイオビビラン様のお隣ですね、イルドリア・カレント様でございますね。よろしくお願いします。はい、こちらですね、外サバトートマップでね、有名なイルドリア・カレント様でございますね。本日はですね、アテナ様仕様のトートバッグであったりですね、あと有名な、ずぶ濡れ系、迷惑系 YouTuber でしたっけ、ラッポ YouTuber の国雄大様ですね。国雄大様とですね、こちらのトートバッグ、はい、もう販売しております。で、サインもいただけるということでございますので、ね、即メールからご転売いただけると思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ続きましてですね。はい、ドッグタグの坂井翔太様、坂井翔太様、はい、バナナのところです、バナナ。はい、こちらで、ね、世界に一つだけのオリジナルドッグタグが一つ1000円で作成可能でございます。本日よりですね、私レーザー刻印機も導入いたしましてですね、また新たなドッグタグも作成いただきますのでね、この機会にいかがでしょうかというところですね。なので、例えばツイッターのですね、ID とかをね、印刷しましてですね、私こういうものでございますのでね、やるとね、非常に便利かもしれませんので、ね、ぜひご利用いただければと思います。お願いします。何ですか？何？ダメなの？なんか、ID ダメなの？手書きでお願いします。はい、じゃあ続きまして、その右隣のですね、バックダイヤ、8番の紹介でございます。お願いします。ありがとうございます。はい、見ての通りですね、密度が高いですね、サバゲ業界の駄菓子屋というね、夢を持つ、いろんなね、ミリタリー用品を取り扱っているお店でございます。掘り出し物から、怪しいものまで、多分合法だと思うんですけどね、たくさん載っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃ続きましてですね、ちょっとそのお隣のお隣からですね、サンドピット様でございます。こちら、宮川真央さんの横ですね、サンドピット様です。よろしくお願いします。こちらの方からですね。はい、サンドピット様ですね。サバゲー以外の普段使いの特徴はですね、かっこよいミリタリーウェアを取り扱いをしていただいているお店様でございます。今回ですね、テコキン祭りオリジナルの、ね、キャップ、サコッシュ、パッチ、こちらですね、限定数ご用意いただいておりますのでね、本当に数少ないみたいでございますのでね、テコキン祭りグッズ集めているマニアの方はですね、テコみたいにご購入いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。続きましてちょっと読んでますよね、ロッドギギン様でございます。社長はい、来ました。まずはご存知でございますね、プッシュコッカーといえばですね、ロッドギギン様でございます。エアコギ側のオリジナルパーツをですね、たくさん作成しております、怪しい研究所でございます。今回もですね、エアコギ側のパーツをですね、ご用意いただいておりますのでね、もう今日ね、パワーアップしてぜひ遊んでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでね、出店様の、ね、物品は最後ですね。今回ですね、初出店で、まだオープン前なんですけどね、駆けつけていただきました、ゼルス様でございます。よろしくお願いします。
ゼルスさんがですね、あまり聞いたことないかもしれませんが、そのはずですね、まだオープン前の店舗様でございます。なんとですね、オリジナルラッピングのエアコキーハンドランをね、販売をしていただいております。しかもですね、本日その場でワンポンカーあれば、まあ、ラッピングも可能であるという形でですね、まあ、世界に一つだけのオリジナルエアコキーガバメントとかですね、エアコキーハンドランなどね、作成可能でございますのでね、この機会に作成してみてはいかがでしょうかという形でよろしくお願いいたします。7月2日に店舗などがオープンいたします。7月2日ですね。で、2日から出てきた店舗でなんと、ほぼ全品 15% オフのセールを行うという形でございますのでね、ちょっと欲しかったあんな商品、こんな商品ございましたので、ね、ぜひ7月2日以降、ゼロス様の方によろしくお願いいたします。はい、で最後ですね、はい、ありがとうございます。こちらまず奥の方にございますので、ね、沖縄キッチンカー様、ケータリングでいらしております。いらしております。よろしくお願いします。はい、今日のね、皆様の胃袋のところですね、メインはですね、かき氷になるのですので、ね、かき氷とかですね、あとですね、沖縄そば、豚角煮、角煮カレーとかですね、沖縄系の料理ともね、取り扱いをしていただいております。ここもやっぱり暑いのですね、たくさんかき氷を買っていっていただいてですね、もう全部売り切りにしていただくような感じ で、ね、お願いいたします。で、さらにですね、こちらの正面にございますですね、こちらのアルナ様のちょっと、ね、緊急ショップですね、ご用意いただいております。例えばその密度高いな。はい、店舗名は今作ってください。カフェアテナ、はい、クソスマンライズ、よろしくお願いします。こちらですね、ノンアルコールビール、ノンアルコールビール、これサーバーから入れるタイプですね。サーバーから入れるタイプでございます。ジョッキでキンキンの冷えたジョッキでキンキンに冷えてやるというのがいけると。こちら300円ですね。そしてですね、こちらもちょっとかき氷のご提供しておりますのでね、ちょっとダブルで、もうダブルかき氷でよろしくお願いいたします。これでですね、中央対応完全でございますね。今日はですね、こちらの出店様でご案内しております。あとはですね、この奥ですね、ご星丼様、ちょっとご覧になられた方もいらっしゃるかもしれませんね。ご星丼様のミリタリーショップでございますね。こちらの方ではですね、ミリタリー商品もちろん扱っておりましてですね、あとのフィットリーナさんとゴキサバさんのグッズとかもあるんですよね。はい、代理販売というのを行っておりますのでね、あと店内空調も効いておりますのでね、こちらでは休憩所としてもご利用いただければと思います。ドリンクバーもですね、有料で500円ですね。はい、で女性は無料で、はい、ご利用可能です。ドリンクバー女性は飲み放題です。はい、男は500円払っていただければですね、ドリンクバー飲み放題でございますのでよろしくお願いいたします。はい、あ、修理カスタムもできるそうなので帰りにぜひお願いします。はい、お願いします。はい、続きましてですね、強見さん、今日タオル販売しますか。はい、今手を挙げている紫色の方ですね、東京独自泡の強見様でございますね。迷惑系 YouTuber で有名なですね、東京独自泡さんでございます。今手に持っているペコキタオルですね、限定数で今販売中でございます。1枚200円、200円じゃない200円でいいか、ダメ2000円で販売しておりますので、ね、あと何枚ぐらいですかね、もう残りない、もう残り少ないということなので、ちょっとよく汗をかく方ですね、今のうちに買っていただければと思いますので、お願いします。そしてですね、田中先生、佐賀料理さんというようなですね、田中先生が本日お越しいただいております。ありがとうございます。皆さんご存知でございますね。佐賀料理さんも書いてあるのかな。本日は限定で本を、はい、まとめ本ですね、イラストのまとめ本10冊でですね、もう5、6冊ぐらい、はい、あと普通のサイン本じゃないやつもいくつか あるというですね、ぜひまとめ本をですね、原作者様から購入できるチャンスでございますので、この件いかがでしょうか。上の方で一緒に販売しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、そうですね、この最後に運営の方で販売品なんですけれども、エアコギガーマネント本体ですね、丸いですね、18キリ、2500円で一応販売しております。残りあと10兆ぐらいもないのかな。はい、あとですね、手こき祭りの公式パッチですね、ちょっと以前のところで、ね、販売できなかったんですけど、1万500円で販売をさせていただいております。手こき祭り公式ですのでね、非公式のどこどのタイムとは違う感じになりますけどね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それではですね、続きましてカメラマンのご紹介でございます。今オレンジ色で歩いてたじちゃん、
はい、あちらのね、オレンジのじっちゃんがですね、今回カメラマンを見させていただきます。よろしくお願いします。はい、じっちゃんを見つけたらですね、ポケットに小銭を入れてあげてくださいね。はい。はい、以上でカメラマンの仕事終了ですね。はい、じゃあ続きまして、ベンティレーション説明に入ります。まあ、ここからですね、3時間かかりますのでね、ちょっと聞いていただきますようお願いしますね。パパッと今、10分、15分ぐらいで終わるかな。いきますのでね。よし。いきます。6月の8日に再販されたんですけど、うん、それももうさばけちゃった、うん、でまた値段上がっちゃった。いくらになってるんですか今。今17,000円ぐらい。あ、 VSR と同じぐらいかな。絶対 VSR からだってマックス22,000円まで上がりましたから。あ、そんなにいいな。やっぱ欲しい人いっぱいいんだな。これって、はい、破片なんだ。すげえな。 0.2g 使えるんですか。 0.2g だとやっぱ 10m ちょい先で落ちちゃう。 0.15 とか。あ、15、12だと逆にポンっていっちゃう。15か。はい、ありがとうございます。はい、お越しいただきまして誠にありがとうございます。はい、手こき祭りにアンテナでございますがね、手こき祭りにアンテナを貼ってください。はい、はい、分かる人も、うん、うん、本当かどうか分かんないからいいや。最近もカウンター戦を行います。カウンター戦ですね。カウンター戦はみんな知ってると思うんで、ね、やられてもですね、カウンター、この A の今ドラム缶のようにカウンターがあります。それで押すと無限復活が可能になります。敵の方はですね、うん、ずっと奥のですね、F ブラックの方ですね、F ブラックコックスの方におります。全面を利用したカウンター戦となります。はい、じゃんけん大会用にうちのカスタム品を提供するので使ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。GTF 熊沢です。宮川ゴムさんで見てください。宮川ゴムさんです。こんにちは。このエアコキ用のパッキンのちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、色で硬さが違うとかなんですか。そうですね、このコードが、色で見分けられるようになっていて、この青がコード70、一番硬いやつ。一番硬いで、白が60、でピンクが50です。ノーマルってどれぐらいなんですかね。ノーマルはだいたいコード60ぐらい。まあ、ただ実際入ってるゴム、これシリコンなんですけど、普通にノーマル購入した状態だとこの黒い、こっちのゴムなんですよ。そうですね。こっちのシリコンゴムは、やっぱりホップのかかりが良くて、まあ、ちょっとゴムの単価としては高いんですけど、まあ、我々はこれをお勧めしてます。例えばノーマルで 0.25 のところをこっちの宮川ゴムの箱に変えると、これはね、0.2 仕様で飛ばせるように作ってるんです。あ、そうなんですか。逆にそうなんです。ノーマル 0.25 用でエアコン切って作ってるんですけど、これは 0.2 に向けて作ってて、ついてないでしょ、この真鍮ですか、はい、なんでこれもエアコキ02って言って、なるほど、これ俺そう 0.2 用に作ってる。なんでインドアとかで使いやすいように。ここが抜けてしまって、これ組み込みの時にシールテープとか必要なんですか。いや、なくてもなくても大丈夫です。ネジロックみたいな、ネジロック入れたんですけど、ネジロックでも止まんなかったです、うん、じゃあボンボン塗りたくて、3種類ですか。今回は2個で1000、2個で1500円で売ってるのかな。これ今、ここで買っていただいた方は通常2個1000なんですけど、3個1000にお任せします。じゃあお試しでちょっと3種類もらっていいですか。1個ずつ言いますか。先頭取りとかどうなんですか。で、あとシールテープとか巻いたりするんですか。いや、巻かないです。巻かないです。巻かないです。はい、花丸もあれ巻いた方がいいのかどうか迷ってる。花丸はね、すいません、もう一回色と硬さを教えてもらっていいですか。直接は 2,3 メートルとかシールテープ巻いた。ああ、上げたかった、はい、的な青が70、白が60、ピンクが50です。はい、わかりました。外から巻きます、はい、内側、いや、外です。はい、どうもありがとうございます。はい、じゃあ試してみます、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こんにちは、よろしくお願いします。あ、お願いします。こちらはどういうお店ですか。
ミリタリー系の、ファッションブランド。パッチと今日はパッチと T シャツ、サコッシュとかちょっとお得なものを、限定のお得なものを売ってます。あ、なるほど。いつも来てるんですか？いつもはポセイドンの店内。あ、アテナの、はい、あ、そうなんですか。21のブランドの。わかりました、ありがとうございます。どうも失礼します。店長、マイク映ってください。ここは、ここがアテナの本部ですか？はい、本部、ここ本部ではないです。屋台です。屋台、屋台です。はい、一言紹介をお願いします。紹介、今日の紹介です。トコさんですよね？トコ、店長です。僕ツイッター見てます。はじめまして。ありがとうございます。じゃあアテナの紹介をお願いします。アテナ、アテナは楽しいところです。弱いな。楽しいところです。ここは屋台です。かき氷とノンアルがあります。はい、夏は遊びに来てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ失礼します。貼ってるとこなんですか？こうやって貼ってるんですね。そうですね、熱を加えながら、あとは伸ばしていって取り付けさせていただくという感じですね。ゼロスさんですよね。じゃあすいません、お店の紹介をお願いします。はい、千葉県成田市に7月2日にオープンするゼロスです。ゼロスはユニオンベースとメニューの直営店になるので、例えばフィールドでこういうふうに銃を預けてもらって、その後またフィルト遊びに来た時に受け渡しとかもできる、フィルト連携したようなお店になってます。なるほど。じゃあちょっと商品を説明してもらってもいいですか？はい、これ、あ、グリップのところ切り出して貼ってるんですか？貼ってからこの部分、貼ってから、そう、型に合わせて切り取っていくような形になりますね。剥がすこともできるんですね。もちろんできます。じゃあ、飽きたら張り替えができるんですね。できます。この後こういうヒートガンってこういうような熱加えて貼り付けるんですけど、またその後熱加えると剥がれるので、それで剥がすことができます。そこが塗装との一番の違いです。なるほど、こういうのあるんですね。はい、内部はノーマルなんですよね。内部はノーマルなんですよね。あのですね、僕このエアコキハンドガン用の強化スプリングとか作ってるんですよ。あの今サンプルで持ってくるので試しに使ってみてください。今持ってきます。こっちは涼しくていいですね。いいですね。なんすかこれ？アテナ城です。アテナ城、通称ラブホーアテナです。なんでこりゃ。赤チームさん、黄色チームさん待ってますからね。ラブホアテナだって。お急ぎください。燃える燃える。はい。質問ありますか？ないです。はい、じゃあカウンターフラッグの下に置いときます。はい、赤オッケーです。お待たせしました。これから出ない。カイさんどこ行っちゃったんだ？あ、鉄火団がいる。スタート。あれ、まあいい、行くか。はい、田中先生です。サイン入りのお願いします。はい、これはい、これは全部押せなんです。これだ、お名前を書きしますので。じゃあ GTF 熊沢。はい、ちょっとあの後で間違えてください。連続で行われます。連続で行われます。
とされましたら、また手数料をいただきまして、店舗の芸能ですね、開始になりました。 YouTube で紹介して大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ、何か一言お願いします。暑い中、サバゲないんですけど、頑張ってくださいね。いやいやいや、田中先生の紹介を、自己紹介を。こういう漫画書いてます、田中です。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、お待たせしました。これです。これがあの、まあ、どれに入れても強くなるので、試しに入れてみてください。はい、敵は E デルタのすぐそこですね。あの3階建ての矢倉の足元が E デルタになっています。近くなりましたので、本庄もまっすぐ行くもよし、回り込みもですね、いろいろな方で楽しんでいただければと思います。え、この時点で、まあ、でも森だからその辺に来ても男はな深まりだと思うんですよ。それ踏んだらフェリです。分かりやすいところにね、つけましょうね。あの、二の腕がいいです。洋服の上から二の腕が良いです。二の腕が好きです。好きです。趣味だね。ああ、そうか。ごめん。個人的な趣味でした。そうです。はい、じゃあ、綺麗な手ですね。中継に入りましょう。はい、OK でしたね。はい、赤 OK です。赤 OK です。赤 OK、赤 OK。はい、こんにちは。これがシーンの全部入ってます。カイさん、キュー取ったら言ってね。あ、今キュー取りました。取った、さすが。お、早いな。うわ、怖え怖え。よし、カイさん、はい、早めに飯にしようぜ、はい、あそこにいるのは見えなかった。まず分かりやすいところにね、つけましょうね。あの、二の腕がいいです。洋服の上から二の腕が良いです。二の腕が好きです。好きです。趣味だな。ああ、そうか。そうですね。どうぞ。ありがとうございます。おお、わ、すげえ並んでる。
なんか入ってきた入ってきた入ってきた、あた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 ああれ、福井のお姉さん、じゃなくて、いろんなところが痛い。似てない。似てないと思う。福井以外で有名詞出てきてすごいですよね。YouTuber じゃん。職業。絶対違う、一人だけ。じゃあ、ちょっと取らせてもらっていいですか。あ、ありがとうございます。じゃあ、自己紹介を。えんちゃんと申します。よろしく。えんちゃんと申します。えんちゃん、よろしくお願いします。いじめやからいじめ、いじめ、いじめ、これはいじめ。28段出たんだよね、はい、28段を買いに来ました。逆に 2g 欲しい。 2g? 2g あんの？ 0.28 ですね。 0.28 だと本日イベントとかで2300円ですね。一応これが、ごめんなさい、0.25 の価格になってる。ちょっと待って、あ、じゃあ、ちょっと、取ってもらっていいか。急に28を1袋。28を1袋、ありがとうございます。はい、2700円のお返しです。はい、はい、それで、はいはい、ガチャを1回やる。あ、ありがとうございます。ガチャね、そのまま帰るんですよ、なんと。はい、ガチャです。イエーイ。これって、お試し用ですか？お試し用です、そのままもう使ってください。アクリルキーホルダーです。これはこれなの？これ誰？これは私です。私をイメージしてちょっと描いていただいた、いろんな絵さんがちょっと描いていただいたんですけど、それの一つになります。じゃあ一緒に撮って撮って。あ、ぜひぜひぜひ。はい、イエーイ。はい、どうも。はい、ありがとうございます。あ、カプセルとかもらっちゃいますね。はい、はい、ありがとうございました。ぜひ試してみてください。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。いいはずです。めっちゃ重い。こんにちは。こんにちは。前回もめちゃめちゃ強かったイボニカイというチームの皆さんです。どういうチームなんですか、ここは。山形県にある米沢市にあるあのインダーフィールドのクラウンの、うん、あのなんていうんですかね、参加者で集まったようなチームというより集まりのような。山形県から来てるんですか、皆さん。大体あとは仙台とか島もいます。あ、そうなんですか。あ、僕福島なんですけど。え、福島なんです。どこ？いわきだけど。ここでやました。あ、
今のところ R が合わなかった。え、じゃあ前日から来てるってことですか。前日で埼玉のフィールドで遊んできました。ジークさんで遊んだんで。え、じゃあ山形のそのフィールドってすごいレベルが高いっていうことなんですか。最初は低かったです。そうですね。皆さんキャリアはどれぐらいなんですか。大体自分は4年。僕も4年。20年は長いですね。YouTuber になってる。じゃあタンクショってやってたってこと。はい、タンクショってやってたの。タンクやったのに。ショットやそのこと。電動から電動化です。20年はすごいですね。去年まではあの山形であのインドアがなくて、ええ、あの山でパンパンやってたんですけど、ええ、今年からあの去年、うん、そうですね、米沢インドアフィールドのクラウンさんが出てできてから、なんていうんですかね、レベルがどんどん上がっていったと思います。でちょうど来ていないかな、20年で私が引っ越してきて、はい、山形に住むようになって東京から山形に行って、その競技系の知識を教えてくれて、どんどんレベルが上がっていったみたいな。先生ってことですか。そうですね、もう先生です、ね、大先生、本当に大先生です。それでなんで芋煮会っていう名前なんですか。これは山形のなんていうんですか、うん、美味しいものと言いますか。だから福島もやるよね。食べてみんなで集まるみたいな会が山形にはあるんで。福島あれ普通にバーベキューのことを芋煮会っていうよね。確かに、うん、いや山形の芋煮会すごかったですよって。本当に鍋運んでみんなで焚き火やってますから、ね、え、そういうのあるんだ。本当にバーベキューじゃないんだ。福島県民としてはびっくりですもんね。東北では芋煮会って言っても芋煮の種類がいっぱいあるんですよね、うん、何を入れてもいいので、うん、まあ、そういうなんかみんな集まってサバゲーしようみたいな、芋煮をつつこうみたいな、そんな感じのなんていうんですかね、あの集まりっていうことで芋煮会っていう名前を、うん、基本的に芋煮会はクラウンで土曜日に貸し切りしてます。宣伝始まってた、うん、いやじゃんじゃん宣伝しちゃってください。ありがとうございます。よくこっちの遠征は来るんですか。もうそっちそっち月にまあ 1,2 回は、ね、すごいですね。最近手こち祭は縁があって2回目から参加させていただいております。関東を近く感じるという勘違いし始めてるんです。いや強い皆さんとやると楽しいです。ありがとうございます。じゃあ今後もよろしくお願いします。お水です。ありがとうございます。カイさんのガバメント、なんていうのこれ、レピーターハンドル、いや、ちょっと待って、一応コッカーハンドルなんですよ、ね、コッカーハンドル、はい、これついてる、そう、セットで売ってて、コッキングしやすくてね、速射できるから便利ですね。レールもついてるしね、はい、そう、これおいくら。これ本体と、まあ、あとストックが付いてて、うん、12,000円で送料別でしたけど、まあ、安い買い物だと思いますね。ストックつけたらライフルになっちゃう、ね、そうなんですけど、でもまあ一応なんだっけ、この点のイベントでは使用かってなってます、うん、これはサイレンサーもつくんだね。つけられますね。なるほど、いいっすね。はい、おかげです。はい、動画撮る、動画で撮るので何か一言お願いします。はい、 OK です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、土曜日クラウンもどうぞお願いします。山形県山形市先っちょはい、芋煮会の皆さんでした。ありがとうございました。芋煮会でした。比べてこっちの方がまっすぐと、はい、それでは皆様、そうなんですか。お昼休憩、あ、そうですよ、ちょっと上がっちゃいましたでしょうか。 20-30m ぐらい、うんうん、前の旧型はバレル長すぎで失速しちゃってたんですかね。失速しちゃってちょっと先でお辞儀しよう。なるほど、それで短くなったんですね。はい、ありがとうございます。頑張ってください。物は、こちらですね、今回ですね、ご紹介いただきます個人協賛品から参りたいと思います。はい、
GFT のね、熊沢様、熊沢様、はい、熊沢様、アピール、アピール、熊沢様、はい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 、ありがとうございます。おっ、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 ね、おっ、ね、おっ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 、使っているエアコキも、これ通常のエアコキでも大丈夫です。大丈夫です。大丈夫。今使っているエアコキね、ノーマルの方はこちらでパワーアップ可能でございます。もう午後1からいけるかもしれませんね。じゃあこちら欲しい方、じゃんけんしたいと思います。じゃんけんしますよ。あ、いいですか？はい。やった。はい。じゃんけんしていきますよ。アイコと負けはダメですね。勝ちのみです。いきます。最初はグー、じゃんけん、ポン。はい。チョキが出ました。はい。グーのみです。グーのみです。グーのみです。はい、負けた方、そのままにシャーンと。いいですか？はい、いきます。最初はグー、じゃんけん、ポン。はい。チョキのみです。チョキのみです。生き残りはチョキのみです。バネが10本ある。バネが10本。11にあるもん。ちょっと待って、今もう、これで、いけるんじゃないの？ 12 以上いるよね。それとも、こちらの方はもう、勝ちでいいのかな？あ、まだ全然いるな。もうちょっといるな。プールにいるで。もうちょっと、じゃあもう一回行きましょう。はい。最初はグー、じゃんけん、ポン。はい。パーのみの方。パーのみの方はもういけるんじゃないですか？ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。まだいい。ちょうど、ちょうど11人ですか？マイクの方にお願いします。ただちょうど11人かな？はい。勝った方は前の方にお願いいたします。あとはこの中で1人勝ち抜いてもらう。じゃんけんして、この中で勝って、本体を手に入れる方がいいですかね。バネか本体出るの？バネ1人10本いる。でも10何人ですか？何人いる？これ数数えられないか。9人だったら全員とりあえずどうか、じゃんけんして勝った人がまずは本体で、残り負けた方はちょっとバネと言ったらしいでしょうか。じゃあ中の方でいきますよ。最初はグー、はい、ポン。これ、はい、アイコーでしょ、アイコーでしょ、ちょむずい、アイコーでしょ、アイコーでしょ、はい、半分ずつでやってみましょう。はい、半分ずつでやってね。はい、勝手に勝ち抜いて、はい、勝ち抜き戦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 、はい、はい、はい、トップ、トップです、はい、はい、はい、最初はグー、じゃんけん、パン。はい、あげる。はい、ありがとうございます。ちょっと負けた方、バネを立ち上げますよ。はい、今すぐ組み込むんだ。今すぐ組み込むんだ。言ってくれれば今僕が組み替えするので、まさまさ組み込んでいただけると神と出て、さあこれでパー、何パーセントくらいアップするんですか？ 10% アップします。10% アップ。じゃあ女性の方に投げますね。あ、入ってる、組み込み済み、しかも塗装済みですね。そう、はい、開けてみてください。ちょっとね、深いと思います。ありがとうございました。はい、なんと芋煮会の方が景品ゲットしました。ありがとうございます。使ってみてください。これね、はい、あのフレームの合わせ目とかも結構すごい。え、塗料に金属が混ざってて、磨くと、はい、あの金属質感になるという。ほら、ほら、ない、ない、ない。このバネも中に入ってるし、へぇ、ポップの調整もしてあるから、はい、2回勝ちちゃう。あとで試し打ちしてみて、はい、ノーマルより飛ぶので。ありがとうございました。はい、アイコーです。ありがとうございます。先生の方からちょっと、はい、ありがとうございます。わりかし欲しかったな。わりかし欲しかったな。久しぶりにラドリを呼んでます。さらに実況用のあのクラウン の有点ジュニアってあるじゃないですか。あれの18歳以上用バージョンでございます。おお、すげえ。卵飛びます。
すげえ、はい言うてんじゃねえし、というのは保証しませんけれども、ちゃんとした、18歳以上用のショットガンになって、すげえ弾が出る、はい、いこう、はい、ありがとうございます、出てたらね、はい、はい、弾が出るやつです、おめでとうございます、よろしくお願いします、ライブ一人だけお願いします、お願いします、はい、金の方、ブーの方、結構強いよね、それなんかボロボロしてる、おめでとうございます、おめでとうございます、さあ、残すところ最後の2つになりました、はい、ダブルイーグルハニーバジャー、ハニーバです、ダブルイーグル、最初はグーじゃんけんぽい、イエーイ、おー、はい、はい、じゃあ、なんとですね、次世代モデルということでございまして、ガザーンと決めた欲しい人、よし、最初はグー、じゃんけんポン、はい、では中ですね、おめでとうございます、おめでとうございます、ちょっと感想をさせていただきたいと思います、こちらですね、語った感想を一言で表すと最高です、そうだよね、そうだよ、ありがとうございます、それではお願いいたします、 AQ ストロングでございます、おめでとうございます、おめでとうございます、拍手でお願いいたします、拍手で遅刻をすれば次に当たるのはあなたかもしれません、はい、以上、長らく申し訳ございませんでした、動画撮っちゃっていいか、残り5分、残り5分です、飛ぶかい、今車の後ろまで平気で飛びますね、ノーマルの時車の手前、うん、やっぱ 20〜30m で落ちちゃったんで、うん、10m ぐらいは軽く伸びますね、さすがうちのバネすごいっす、いいっすこれいいわ、よかったよかった、ターミネーターをかいくぐりな、ガバメント用のストックアダプターです、あればもうつけちゃいます、あとはガバ持ってきてくる、パッてつけちゃう、プッシュコッカー、じゃあ袋ごと持ってきて、はい、袋と袋で、で余ったパーツをこの中に入れちゃいます。ああ、なるほど。わかりました。持ってきてください。少々待って。YouTube で紹介しちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですよ。お店の紹介をお願いします。はい、あのロット技研という、ロット技研さん、はい、ところで、はい、あのパーツをさまざま開発している。エアコキーガバメント用のパーツを開発してますね、プッシュコッカーとかマウントとかですね、でこれがあのあれ何でしたっけ、発光装置、プッシュコッカーのトレーサーをつけるやつなんですけども、トレーサーは僕使わないの で、 で私がちょっと設計間違えちゃって、ここにちょっと不具合があるんですね、なんですけどトレーサーをつけないんだったらつけないのでそれでいいですあのトレーサーつけないんだったら機能的には全く問題がないんですけれども、ちょっと、ここら辺が大きかったりするので、これはジャンク品として出させていただいて、いいんですか、なんで通常これもっとするんですよ本当は、プッシュコッカー今6000円ぐらいで、これ7000円ぐらいなんですけど、これ割引にしてるんですが、さらに安くて1000円でいいです買います、1000円でいいです、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、どうも失礼します、失礼します、はい、こちら1ゲームのみでございます、1ゲームのみ、今プッシュコッカー、はい、すぐ元に戻せます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、
はい、以上プッシュコッカーの交換の仕方実演でした。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてドクチワワさんはどうです、何屋さんなんですか。うちらはあのサバゲーチームでも、逆光だ、こっち逆光が、サバゲーチームでもあり、まあ、ええ、バイクもみんなやってたりとか、バイクバイクとか、あと うちは自分がラーメンとか、あとうちのメンバーでキャンプとか、そういう大人の趣味を出してるチームです。ユーチューバーさんとか、ユーチューバーです、こちらかといえば、はい、底辺、超底辺ユーチューバーの東京特徴ですの強みです。よろしくお願いします。僕も 底辺です。始めたばっかりです。もうなんか後ろで先生が、社長がじゃあ独チワワで検索すれば出るんですか。はい、東京独チワワで出ますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どこで携帯持ってんだろう。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ハセハセミリタリーのハセハセと申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、私はあのブログ、サバゲー関係のブログを書いてまして、でこういった今日みたいなペコキ祭りとかですね、そういったイベントにお邪魔しまして、そういったのも記事にアップさせていただいております。皆さんあの Google でカタカナでハセハセミリタリー検索するとあのすぐ出てきますんで、あの興味を持たれた方ぜひ。有名ですよね。え、そうですか。あとそうですね、今日の、ペコキ祭り第4回ですけども、ね、まあ暑かったですね。今日はすごかったですね。はい、あのめちゃくちゃ暑かったんですけど、でも、あのイベントとしてもあのイベント内容も暑くて、あのすごい楽しめました。本当にね、商品も豪華でね、皆さんいろいろいいものいいものゲットされて、なんか当たりました。あ、僕は全然でした。あのスクワットやっておりました、ね。はい、そんな感じです。ありがとうございました。はい、また今後もよろしくお願いします。はい、失礼します。どうも、ずぶ濡れ系YouTuberの国王雄大と申します。普段ね、国王雄大のサバゲー劇場っていうね、サバゲーとかやってるんですけど、最近ね、サバゲーやってるのか濡れてるのかよくわからんような動画ばかり見えてるんですけど、まあ、とりあえずね、全国で濡れてるやつがいたら、そいつは国王雄大なんでね、いたら、そちゃーと思ってくれたらいいかなと思ってます。どうも皆さん、ありがとうございます。濡れてるか踏まれてるかね。そうなんですよね、濡れてるか踏まれてるかなんでね。わかりやすい。お願いします。はい、ありがとう。はい、今日の手こき祭りゲームは終わりました。今日はまた新品ガバメント売ってたので買いました。あとは田中さんの本とこの間売ってた新製品の 0.28g の SP バイオ弾、これはじゃんけん大会で当たったもの、ですね、関東のサバゲフィールドが全部書いてあるトートバッグ、今日使った銃は、コッキング不良の10金エアコキ M92F 強化カスタムと10金装甲強化カスタム、こっちが、どんぐらいだろうな、こっちが2号弾で40メーターぐらい、こっちが2号弾で40以上飛んだんだけど、ちょっとやっぱりコッキングできないことが何回かあってやばかった。ちょっとまあどっちも微妙だったの今日は。まあ楽しかったけれど、いいハンデだったかもしれない。そしてこれガバメント用のプッシュコッカー
本来は6000円ぐらいするらしいんだけど、ちょっと B 品ということで1000円で譲ってもらいました。ちょっとこのガバメントのカスタム作ってみようと思います。予備マグ2本ずつ、あとはでっかいローダー、そんなとこかな。はい、以上です。あと宮川ゴムのパッキン、硬さ違い3種類、これも試してみようと思います。2点お知らせになります。まず来週かな、再来週かな、よくわかんないけど7月の10日ですね。7月の10日にここアテナさんでワンタンカンボードに、ね、失礼いたしました。処刑してしまった方なので申し訳ございません。ご希望があればもう一回処刑させていただきますので、どうぞご協力してください。告知なんですが、ハットマガジン2022、来週7月3日です。7月3日にここです。ここで戦闘カーニバル第7回が行います。こっち多いね、このままみんな帰ってます。こいでこいでこいで5人ずつですね、準備とという形で送迎させていただきますので、はい、もう終わりの設置のエスティングでお願いします。はい、忘れ物のようにお願いします。OK ですか？帰る前にお座りいただいた。坂本龍馬さん、坂本龍馬さん、ミッキーちゃんのサインで、うん、そしてミッキー T シャツ、いいな。ごめんなさい、俺ももらえた。おおトートバッグ、あ、俺もこっちのトートバッグの方が良かったな。そしてあ、おー、いいな。そしてあ、まだコクさんのコクさんのやつがあって、うん、で田中さんにもサインを書いてもらった。サイン入り石井さんや、あの全員のサイン入りをもらいました。やったぜ、よかったね。はい、今日は GTF 強化スプリングを10本、プレゼントに提供したんですけど、たまたまゲーム中にそれを組み替えて使ってた方とばったり会ったので、ちょっと感想を聞いてみたいと思います。どうでした？10% 性能アップってことだったんで、実際ノーマルからすぐ入れ替えて打ってみたんですけど、やっぱり体感 10m、15m 弾道の伸びが変わったって状況だったので、やっぱりもう組み込むのがいいっていう状況でしたね。あれ銃は ガバメントでしたっけ？そうですね、ここで最初配ってたガバメントそのまま使ってたんで、それで使ってみたらやっぱり性能アップっていうよりもやっぱりその弾道を良くするためのカスタムっていう感じがしたんで、俺はやっぱり入れて正解だと思いました。よかったよかった。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、じゃあ頑張ってください。また今後もよろしくお願いします。はい、本日はお疲れ様でございました。第4回手こき祭り終了いたしました。ありがとうございます。本日ですね、アテナ様の方で手こき祭りを開催させていただきましてですね、アテナ様ですね、スタッフの方々体を張って頑張っていただきました。ありがとうございます。そして、今回、第4回目を迎えましてですね、次回はですね、夏の手こきという形でですね、室内で行わさせていただきます。7月31日は、ジーク様、埼玉のジーク様ですね。で、8月の28日は、エリア41様、開催をさせていただきますので、ツイプラの方はですね、ちょっとジーク様、天円オーバーではございますので、ね、8月28日は、また後日、それからの、ぜひよろしくお願いします。では、本日は、ありがとうございました。またお願いします。アクアラインに行くつもりがディズニーランドに来ちゃいました。このまま首都高中央道で稲城に帰ります。さあ、カイさん、はい、お疲れ様でした。おはようございます。今日も楽しかったですね。はい、おかげでもうケツの筋肉が痛いです。銃は何使ったんでしたっけ？今日はガバメントに国家つけて、だいぶ速い速射でやらせてもらいました。ずるいね、あれ、はい、でもね、俺みたいな、テクのない人には十分な
道具です。あれ塗ってやろうか。いや大丈夫です。金属塗装。金属塗装。つうか金属塗装ってガバ持ってますかこれ。だからさ。あ国家の方。うん国家の方塗ろうよ。あれ大丈夫なんですかね。ABS だとほらなんか塗装がダメになったなじゃなくて本体が侵食されてなんか割れたりするっていう話聞いたことあるんで。えガバメントって ABS だよ。あガバメントの方は ABS ですけど、まあ、ガバは ABS。 あの 3D プリンターのパーツが。そうどうなんだろうね、うん、でまあそこだけ塗らなきゃいいんじゃない。つかいや塗ってる人いました。そういえばセントンさんそうですよ塗ってますよ。じゃあ大丈夫なのかな。一応密着のを拭いてから塗る方がいいっていうふうには書いてありますけど、表面に膜をつけてから塗った方が、まあ密着音だったら食いつきもいいんでね、あれはもう板金するには一家に一本なんで、密着ロンマルチで、はい、あとは倉庫もあれこの間の特売品のやつ。そうっす。そんなに飛ばなかったでしょ。そうっすね。だからそれも秘密も出てるとあれなくはないんですけどね。その辺も課題の一つかな。いいっすね。そう、うん、エアコキハンドガン戦はやっぱあれですよね、距離どうしても詰めないといけないから緊張感が出るし、うん、テクニックがもうあからさまに分かるんで、その辺はもうガスとか電動じゃ全然味わえないですよね。まずね、どれぐらい飛んでどういう弾道でどこに行くかっていうのをちゃんと自分の銃の性能を把握してなければ動きようがないから ね、うん、そればっかりはね、みんなほら下手したらノーマルの人もいるんでね、それはそれでまた面白いんですけどね、面白い、上達しなと思うんですよね、個人的に。遠くから当てるっていうのは、まあ、戦術としてはね間違いないですけど、やっぱあの緊張感が味わうとね、エアコキっすよね。でもそれでもそんなにガチなわけでもないしね。いや結構いい年したおっさんたちみんなガチです。もうえ今行くみたいな。俺らだいぶ銃はパワーアップしてちょっと有利にはなってるけど ね、もうあの今回速射できたのは本当に助かりました。あれのおかげでだいぶキル取りましたからね。あれはちょっとずるいな。まあでももう一丁増える予定なんでその辺は勘弁してください。でもまあ楽しいよね。楽しいっすよ。本当に楽しかった。前から熊沢さんが行こう行こうって言ったのはよくわかりますよ、うん、初め遠征渋ったんですけど、ね、遠征行くのいいじゃないですか山でとか。あれもしかして俺最初に一人で行ったんだっけ。わかんないです。誘われて行ったのは覚えてますけど、あれどうだっけ。まあ今後も行きましょう。はい、よろしくお願いします。ずっと行きましょう。テコキ祭り、はい、テコキ祭り最高です。うちでもやりましょう。はい、了解です。じゃあそんな感じです。はい、運転お疲れ様でした。 です。ありがとうございました。じゃあね、もう一回今日のまとめを、今日の感想。高速から一般道に降りましたね。うん、よかったですよ。今日はいっぱいヒット取れたし、まあその倍ヒット取られましたけど、俺もそんな感じだったな。あんだけ大きくない、多いんだけど130人以上いてもフィールドが広いせいかそんなに感じなかったですね、でもゲーム展開とかもほらやっぱフィールドによって違うし、あの接近戦は良かったですよね。もう、ああ接近戦すげえ面白かった、だってもう向こうの話し声が聞こえるぐらいなんです。俺あの時さ、はい、あの一番左で飛び出して、はい、次回の手こき祭りは8月のいつでしたっけ。28か26だったような気が、8月の28だったような気がするな。場所はどうですか。横浜港北の
エリア41インドアフィールです。僕は行ったことないけれど、で、50人と50人の入れ替え制だから100人、定員100人です。エアコキ限定サバゲ、行きたい人はどこ見ればいいんだっけ。ああ、セントンさんのか、ツイッター、ツイプロの戦う豚と書いてセントンさんのところをチェックして、募集が始まったらすぐに参加表明してください。定員すぐいっぱいになっちゃうので。本当だよ、うん、俺らも気をつけよう、はい、ではまた次回よろしくお願いします。お願いします。お疲れ様でした。